24年ぶりに北朝鮮を訪れたロシアのプーチン大統領金正恩総書記との蜜月ぶりが注目される中で日本にも大きく関わる事態に備える必要が出てきました。今回の訪問でで一緒にドライブををしたり並んでコンサートを鑑賞するなど 異例の厚遇ぶりで迎えられたプーチン氏。コンサートの前には、二人が通訳を介して。笑顔で言葉を交わす場面も見られました。ロシア語を勉強します。<laughs> まだ遅くないです。<laughs> もう遅いです。さら <laughs> に、北朝鮮メディアが公開した映像には。プーチン氏が送った。ロシアの高級車。 アウルスでまるでドライブデートを楽しむようなあまり見られない様子も収められていました運転席に乗り込んだプーチン氏ジョンウン氏は助手席です庭園に着くと出迎えた白馬に人参を与え 赤い花が咲いたアーチの下で散歩その後運転を変わったジョンウン氏は車の性能を高く評価し感謝を伝えたということです韓国メディアは2人が乗る車のナンバープレートの数字に注目この数字が朝鮮戦争の休戦協定締結日で 北朝鮮が戦勝記念日と位置づける1953年7月27日にちなんでいるとの見方を示しています。これも密月アピールの一環なのでしょうか。そしてドライブの終盤には犬好きのプーチン氏に北朝鮮の天然記念物プンサンンを贈る場面もありました。 プーチン氏が北朝鮮を離れる際には、ジョンウン氏が自ら手を振って見送るなど、異例の対応は最後まで続きました。こうして関係を深めた両首脳にとって最大の成果は、経済や安全保障分野での協力を盛り込んだ包括的戦略パートナーシップ条約の締結です。 フジテレビ取材センターの立石室長はこの条約について日本も警戒すべきだと指摘します実はこの条約は日本の安全保障にも大きな影響を与える非常に警戒すべきものなんです特に条文の第四条が注目ポイントです双方のいずれか一方が個別の国家 または多くの国家から武力侵攻を受けて戦争状態に置かれる場合、地対なく自らが保有している全ての手段で軍事的及びその他の他援助を提供する。これは北朝鮮もしくはロシアが何らかの軍事的衝突に関与した場合お互いで助け合うというものつまり事実上の軍事的同盟ともいえるものです。 核を持った2つの国がこうやって手を結ぶことで東アジア、えー、日本海周辺の情勢緊張感が一挙にに高ままることになります今後、朝鮮半島有事が起きた際には北朝鮮側にロシアが加担することになりその争いに日本やアメリカも巻き込まれていく可能性があります。